最近めんどいなマジ。いやほんまそうっすね。なんか心理論とか言ってますもんね。いらんねんじゃんお前。何やねん溜めて解放解ってどんなネーミングしてんの。打撃ばっかすもんな。なんかあれ侍がモチーフらしいっすね。だるマジもうおもんないほんまに。あー誰言ってもはい、まあね、今日もしっかりとやっていきましょう。で、まあ、最近やったのな、新理論、溜めて解放解。で、この理論を今日も意識しながら、特に打撃面ね、もう点取り合戦や。もうどれだけいかに点を取れるか、そこを意識しながら、やっていきましょう。OK。OK。で、もういつも言ってるけども、まあ、溜めて解放解はもう侍をモチーフにしとるから。バル。もう我々日本の、まあ、伝統やな。伝統。まあ、侍っていうのは常にこう気を配ってで自分のこうまあなんていうサークルっていうか範囲があってなでそこにあるものを棒状のもので切っていく。これはまさしく野球の打席と一緒や。この意識をしっかりと持ってやっていきましょう。で常にグラウンドでは気を配ってね、まあ、侍やったら相手に切られへんや常にこう気を配っちょるわけや。なるほど。ここも、な通ずるものがあるから OK、じゃあやっていきましょう。まずはいつもやってるけど、肩はめからね。しっかりと肩作って。なんやそれ。黙れ。なる。もっとため作るわ。そうだ。はい、切られた。なる。切られるな、これ。侍と一緒。常に気を配れ。グラウンドでは切られるのは目をすんな。はい。隙がある。無理返す。ね、侍と一緒。はい。ずーっと力が入ってる状態じゃ、切れ。はい。なる。ここで一回侍は脱力して無理返る。だからあの速さで言えよ。なる。無理返す。無理返す。力を抜いて無理返す。それが瞬発力。力んでる状態からじゃ、瞬発力が生まれない。はい。あー、おるな、全員。はい。ちょっとすまんな。練習中に、中断してもらって。ちょっと大事な、話やから、一回中断しましたけども。まあ、この、溜めて解放解。この理論やけども。ちょっと迷ったやけどもな。まあ、正式に、解解放と名付けることにしました。今後ね、この解解放理論、解解放スイングを使って、チームの、まあ、攻撃力やな。爆発力、まあ、重量打線に、仕上げていく、うん。そういう方針でやっていこう。動いていこう。OK。OK。うん。で、もうこの理論をやっていくにあたって、まあ、みんなに意識してほしいことが2つ。うん、ね、もう言ってるけど、おさらいやけど2つあります。まあ、1つ目は、まあ、打ち方やな。シンプルに。これ言ってるけども、溜めて解放、解、解解放は、まあ、侍をモチーフにしとるから。で、侍な、こう、相手をこう、シュッと切るときあるやろ。で、この切るときな、あいつら何しとるか言うたら、こう、ぐーっと力入った状態で、切ってへんねん。力入ってる状態から、ちゃんと脱力する。脱力して、切ってる。だから瞬発力が生まれる。そこにな。わかる？打撃も一緒。ぎゅーっと溜めを作る。溜めを作って解放するんじゃなくて、溜めを作ったものを一回、無に返す。脱力やな。その状態で解放していく。これが瞬発力を生んで、パワーを生んで、まあ攻撃的な、
打線につながるから、まあ、ここしっかりと意識していこう。オッケー。で、特に今この理論、まあ、まだまだできてへんけどもみんな、うん、一人だけ、できてる宮本、こいつがすごい、まあ、この理論が吸収が早くてな、もともと霞田スイングしとったんやけども、まあ、この5試合で8ホーマーか、はい、ね、できとって、すごい 理論が合っとるから、まあ、宮本をみんな、見習ってな、まあ、どんどんちょっと教えながらやっていこう。活躍してってください。オッケー。で、二つ目。この理論をそれで意識するの。一つ目打ち方言うてね。二つ目。これが、まあ、気の持ちようなんやけども、やっぱり侍をちゃんと自分の中に持ちなさい。なる。ね。で、グラウンド乗るときは、やっぱり気を配って。いつ相手に切られてもいいように。ね。切らせない。侍なんて命がけや。その気持ちでな。ちょっと出ろ。しゅ。宮本やったらこれができる。なる。これお前らできるね。していこう。オッケー。はい。はい。で、逆にちょっと全然できちょらへんやつが、ちょうだいな。はい。あ、はい。このね、背振れの気配りっていうのお前全然できてへんから。まあ、まず構えてみ。構えたらどうだ。あ、いた。なる。まあまあ、ほんで、まあこの理論で、打撃練習やっていきましょう。で、まあ、まず一週間様子見よう。一週間後、必ずチームは良くなってるから。一週間ね。うん。練習試合も2試合ぐらいあるから、一週間後楽しみにしましょう。そこをね、しっかりとやっていきましょう。はい。でね、だいぶ、開解放をな、それぞれが意識しながらできるようになってきちょるから。うん。だいぶ良くなったね。うん。練習試合もここ2試合で26得点バー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 だいぶな、かなりいい形になってきてると思うわ。で、特に宮本な、2試合で8ホーマーすごい、その調子でな、バーバーしけたらこそありがとうございます。オーケー。お前ら宮本にしっかりと追いついてな、オッケー、できるようにな、やっていきましょう。はい、また入ってくんなって。いや、無理っす。バー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 失礼します。はい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 。来んなよ。はい。来んな。失礼します。なる。はい。来ます。なんだこれであれよ。はい。来ます。はい。はい。また来ます。はい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 。え、待って。ん？社会学同じ授業のあかりちゃんってわかる？うん、うん、あの子がさ、雨やからバイト行けへんって言ってる。え、行こ、行かない。え、送れ、これ送れんで今乗せよ、気合い取れたるしな。え、ちょうどいいやん。やんな。え、でかい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 、フェンシー、フェンシー、それ取れる、それ取れる、フェンシーはお前、赤いぐらい、行くな、早く、オッケーオッケー、できた、安心、オッケー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 。いや、もう雨の日はやっぱこうじゃないとあかんねんじゃん。ほんまに、なやねん、この解放エクササイズ、なやねん、ほんまに、なんだろこの動き、アホもんない、いいやから、こんなやってる意味ないやろ、意味ないね、何のためにこんなすんの、青いで。あ、ジュン、車前進んだ。あ、オッケーオッケー。バーちょ、ガチで、あれ、ここやばいか。え、マジでやってみたな。どうしよう。いや、ワンチャン見てへん、マジでな。ありえる、それ。寝かしが消えとしたらいけんじゃん。かけるしかないし、なんでも。いや、案外こういうのって、うん、そうやな、調べてできたらどんなん。いや、あるな、そうやな、そうやな、かけんの。それにかけるしかない、かけるしかないな。はい、うえー、はい、結構言ったろ。焼き乗るだけではな、ちょっとやむかな思ったけど、まあまあ、しょうがない。嫌と振り言ったわ。で、お前、あの足首どうやって。先ほどの待機時間の時に、あの先生のところ行ってきまして、それでだいぶ良くなりました。ありがとうございます。無理すんね、お前らもな、しっかりと雨の時はこういう体のケアもしっかりとやっていきながら。オッケーオッケー。はい、ほんなら、まあトレーニング、エクササイズ、解放エクササイズやったら、ほんなら、戦略ミーティングやっていきましょう。意外とこういう、まあこういう時間を使って、まあ、作戦、サイン、確認していくの大事だから。オッケーオッケー。はい、やっていきましょうか。はい、じゃあ今日のテーマ、前盗塁やったな。やな、なんなら今日は、
これも一番先生疑問に思ってるところは、よいしょ、ここをしっかり解決しましょうか。はい、今日のテーマこちら。なんで乗せてくれへんかった。バル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 な、んええちゃん、お前僕らさ、今日もこれなんで乗せてくれへんかった。さっき先生横で、や、雨で、雨の中や、お前ら車乗れたやろ、お前ら人数、いや、翔太に会おう。こういや、可能性あったか。え、何のことですか。何のことやろうって、行けたやろうって。いや、いや、と雨の中先生、車の横通って乗せてくれ言うてんやんけ。大きい声出したら聞こえちょるはず。ちゃう車かな。え、でも気づいたら絶対僕ら乗せてます、うん、多分ちゃう車かなと。ああ、そう、お前らそういうことすんのね。それがお前らの誠意ね、先生に対する。分かった、よう分かった。はい、ほなよ。監督、これ連帯責任でトレーニング増えたりとかって言ってもいいですか。先生って子供ちゃうんぞ、バカだろ。お前車乗せてくれへんかったからってな、いちいち練習メニューにもそんな響かせへんよ。あ、よかった、よかった、よかったです。当たり前。監督、こんなことしなくても室内練習場空いてますよ。でも雨の日の試合の練習になるやん。暇すぎ、暇すぎ、暇すぎ。ダメよ。なあ、お前、そこをしっかりと言っていかなきゃ。わかるか。ん、わかる。どれだけできるかよ。なる。で、今日はいい一日だったな。雨の日でもできることがあると。むしろ雨の日でしかできないことがある。なる。黙れ。試合中雨降ってくることあるわ。だから俺からはもう雨の日は、もうオフはなし。なる。まあ雨の外な。外で素振り、あえて。どんどん取り入れていこう。OK。OK。はい。はい。ねえ、どれやし。すいません、ずっと呼んでたんですけども。ああ、すいません、ちょっとあの曲流しとって。あ、すいません、すまん、なんや。あの、もろもろ片付けは終了いたしまして、うん、で、3年生ちょっとベンチに残ってますけども、うん、これで我々失礼させていただきます。ああ、はいよ、うん、気ぃつけてやりや。すいません、はいよ、失礼いたします。はい。ああ、いや、解放エクセス、ええ曲やな、やっぱりでも。一緒あれやろ、解放エクセス流してたら外からの声は聞こえへんのやな。おや、まさか。あいつらバカじゃん。社内でも解放エクササイズバカじゃん。お前らすまんかった。あの時社内で解放エクササイズの曲を流してたんか、そういうことなんか。だから先生の行為には気づかなかったんか。はい、すまんかったよ、すまんかった。先生が悪かった。先生が信じてやれなかった。お前たちを、お前たちを信じてやれなかった。すまんかった。
最後左手をなる交互に回す。なる交互なる、はい、なる、そう、もっと交互に回す。なるぐっとぐっと、はい、なる、回す回す回す、なる、もう一回回す、なる、ポン、なる、よしよしよし。お前今日一日中ずっと開放エクステーションやってた。まああれでほんまにもなると思ってんのか。あれで打ってたら苦労しないっすよ。まだ打てるわけないやん。しょうがない。お前らも誰言ってんの、お前。あれでホームラン打ったらええな。打てるわけないやろ。分かって分かってことですよ。ああ、はい、今日一日お疲れ様でした。ちょっとあの、閉める前にな。そうだ、ああ解放エクステーションの成果を全に見したれ。フロンティア。なるなる。行くぞ。はい。はあ、何が解放エクステンションやね。適当に言うとーと。食べて解放。なる。十数秒か。もう少し早く対応したいな。解放のリズムにな。体が。なる。昨日7秒やったぞ。よし、次雪村起こしに行くぞ。なる。何？新しくなった解放エクササイズのリズムを覚えるために流してすぐ目が覚める形としてみました。なんやそれ。からのこと。お前7秒あなんからしいし、一応20秒で起きんかったらハリセン叩かれるし。引こう。いいんですか、はい、先輩たち、解放エクササイズやらなくて。はい、はい、はい、まあ、こうだろうな。あいつが考えた変なトレーニングやらんほうがええぞ。あいつ別に俺のしかもプロだろうし。でも、新しい解放のリズムを早く身につけろって言ってたんで。なるほど。チェンカイ。チェンカイ。やっちゃるね。やっちゃるね。だいたい30分経ったか。これで1セットね。30分くらい、だいたい1セット。で、17セット目くらいから効果出てくるからね。オッケーオッケー。しっかりやっていこう。オッケー。オッケー。しっかりやっていこう。解放エクステンション、レッツゴー解放エクステンション。